こんにちは。今日は大人気のベスコス紹介の回なんですけれども、たくさんの方が見ていただけるということで、改めて自己紹介を。はい、地上に舞い降りた天使こと美容大好きサイコです。幸せを呼ぶ青い妖精、スキンケア大好き万太郎です。最近男子トイレに入ると 80% ぐらいの確率で女性が入ってきたと思われて謝罪をされます。ヘアメイク検事です。なんだあの人。ってことで何するわけ。コスメを知りたいな。あ、そうだったそうだった。気になる人もの気になる。私もすごい、ね、知らないやつ。じゃあまずヘアメイク検事さんから行ってみましょう、はい、私はまずファンデーションが大好きなんですけど、うん、今回はこちらのヘラの、グローラスティングファンデーション、美容成分が 78% 入っていて、とってもみずみずしいファンデーションなんですよ、うん、でこれから冬の季節に保湿成分がすごい入ってるので、うん、冬でも一日潤ったお肌を演出できるなと思い、そして使い心地も欲しい。めちゃくちゃ伸びが良くて、今日もさやこさん使ってるんですよ。そうなんですね。ツヤツヤですもん。テカテカするグローじゃなくて、うんうん、光沢感のあるグロー、はいはいはい、高級感のある肌が作れるので、このファンデーションはめちゃめちゃ最近使ってます。へぇ。でもなんか冬と、ね、夏とでやっぱファンデーションで変えた方がいいですね。そうそうそう、変えた方がいい。へぇ。なんで乾燥するからってこと？そうですね、もう外的乾燥がすごいじゃないですか、暖房とかそういうので、やっぱ肌自体の水分が蒸発しちゃうから、うん、ファンデーションでも補えた方が。そうだよ、ね、だって美容成分 78% すごいね。欲しい。続きまして、はい、こちらですね、ヒンスオールラウンドアイパレット01番。これよく使ってるよね。最近すごい使ってます。これも最近3種類色が出たんですけど、このアイシャドウパレットのいいところは、うん、まずコンパクト、うんうん、で、これはもう多分よりすぐりの5色が選ばれてるんですけど、すごいね、質感が、それぞれ3種類ぐらい入ってます。で、全て一応アイシャドウパレットっていう名目なんですけど、ハイライトでも使いやすいところは一番大きい色になってる、うん、大きいパレットになっていて、で、このハイライトはめちゃめちゃキメが細かいので、本当にギラギラしないつるんとしたハイライトを作ってくれるので、粒子が細かいってことだね。めちゃめちゃ細かいです。しかも指でちょっとこう磨くように、うん、撫でるように塗ると本当に光沢感が、ファンデーションと相性がすごいいいなと思って使っております。で、色の組み合わせもこの優しいニュアンスブラウン系とゴールドのラメが入っているので、うん、こっちは割とシアーなアイシャドウ兼ハイライトなんですけど、こっちのラメをこのブラウンと組み合わせることによって結構シーン問わず使えて、すごいいいなと思って。ミックスさせるのがいいんだ。そうなんですよ。質問いいですか？結構なんかあんまりカラーがないじゃないですか、うん、それが今結構トレンドなんですか？トレンドでございます。カラーを入れたいまんちゃんからのリクエストにお答えします。最近はこちら、チークでお顔に色を入れることにすごいハマってまして、韓国のラカっていうブランドになるんですけど、うん、このラカのチークすっごいいろんな色があって、うん、今日はこの2色なんですけど全部色が可愛いんですよ。めっちゃあるじゃん、2、4、6、9。チークではないのでは。本当ね、発色がいいですね。紫とかある。そう、ね、で今日もさやこさん両方2色混ぜて。そうだった。使ってます。ーチークメイクにすごいハマった下半期だったなと思いました。で、最後がこちらですね、ホリカホリカのデビルプランパー。デビルプランパー、これ多分すごいなよ。まあちょっとじゃあまんちゃん使ってみて。え、いいんですか？結構塗ったかな。ベロで。あ、あ、ピリ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 、すっごいピリピリ。これはなんかもう、まあ舐めてもわかるぐらい唐辛子、唐辛子が結構実際に入ってるかどうかちょっと分かんないんですけど、かなりカプサイシン感じるよね。感じる、感じます。やっぱその一瞬で変わるよね、うん、プルンとした唇がやっぱりすごいトレンドだったのかなと思うので、それをリップペンシルで作るもよし、さらに
実際の唇もちょっとパンプアップさせるのも可愛いな。あとなんかむっちり感が欲しかったので、でもさえこさんしてましたもん、これのおかげだ。そう、私だって YouTube のコメントでさえこちゃん唇にヒアルロン酸入れましたかってコメント見たことあるんだけど、うん、あります。これ、以上スンドゥブリップでした。すごいね。これはでも、ね、衝撃的だよね、これは。面白い。じゃあ続いて、続いてサイコさんを、はい、まず3つ。私はまず今年の出会いで、うん、結構本当トップレベルで感動を覚えたギアが、うん、ギアこちらです。ですよね。はい、こちらリファファインバブルピュア、うん、これちょっと本当タイアップ動画あったけど、みんなこれさ、ちゃんと伝わったかわからないんだが、本当に感動しました私、うん、これなんかね、2つの泡が出てくるモードがあるんだけど、まあ、ミストっぽいやつ、あのなんか肌触りの良さ、うん、水ってこんな柔らかくなるのっていう、うん、気持ちよさ、もう感動レベルでした、はい、そして本綺麗になった、うんうん、でそれが物足りない方にはちゃんとジェットモードみたいなのもあって、こうやって切り替えるとしっかり頭皮の汚れも落としてくれるっていう、これ何役やってくれてんの、もう素晴らしい大活躍なのよ。やっぱりちょっと外せない、あ下半期感動した、すごい本当に良かったから、ちょっとなんかシャワーヘッド変えるっていう概念がなかった方もぜひ、ここはスキンケアなんだりとかするのも大事だけど、まずは綺麗に落とすっていうのが美容の基本ですから、うん、しっかりお風呂と落としてもらえたらなと思います。そして顔拭くアイテム、はい、みんな普通には自宅のタオルとか使ってるんだと思うんだけど、それをねこの高みの美肌コットンクロス、これに変えただけで本当に肌触り変わりますから。へえ。で見るとね、これ中身こういうクロスになってて1枚ずつの、しかもね私これが好きなのが結構大判なのね。これで顔を洗った後の顔をこう優しくバッバッて拭くわけですよ。もうこれだけで変わるから、なんか余分な汚れとか角質とか取れるのもそうなんだけど、顔を拭く時って意外とタオルについたホコリとか、ちょっとした雑菌とか逆につけちゃったりするんだって、はいはい、やっぱりその後にいいものを入れたいから、なるべく落とす作業にこの、ね、汚れをつけないっていうこととしっかり落とすっていうので、こういうのを使ってみると本当に同じアイテムをその後使っても全然違うかな。これないと生きていけないの。そうだから、これはね絶対に洗面台に置いとくべき。すっごい高い美容液とか買うんだったら、まずはこっちは私は買った方がいいよって思う。だいぶ変わるよ。そしてちょっともうこれ私ないと生きていけないアイテムに今年参入してきたものがこちら、タラン、イニスフリーのグリーンティーシードヒアルロンセラム。これもうないと無理。なんかさ、これやっぱその後に保湿するものの導入の吸収率を上げてくれるらしくって、5倍って言ってたかな、水分保湿量が。そんなじゃあ塗らないわけにもいかないじゃん。そうですよね。もう何よりも先にこれってことですよ。これでその後化粧水なり、はい、セラムなり、まあ、美容液なり塗っていただくんだけど、まあ、私はパックする前にもこれ塗ってる、うん、でイニスフリーさんの好きなところは、うん、これ詰め替え用もあるわけ、だから瓶も毎回捨てなくてよくって、1本これ持ってればあとは詰め替え用で補充していけるから、そういうところもすごい好き、いいですね。大げさに言わなくても5本は使ってる、必須のアイテムになってます。じゃあ一回ちょっとまんちゃんにバトンタッチ、はい、じゃあ私に。下半期はスキンケアに結構力を入れていたんじゃないかなって振り返ってみると思ったので、スキンケアのラインナップを今日お持ちしました。まずはですね、こちらのアルビオンさんの商品でフラルネというシリーズの、かわいいね、はい、乳液と化粧水と美容液、こちらの3点セットを愛用しているんですけれども、これが見たことない本当ですか、フラルネっていう、これもあの結構ジェンダーレス、男性にも女性にも老若男女問わずっていうところであの作られた製品なんですけど、これを今ライン使い下半期していて、自分の肌の質感だったりをこう改善していっているところなんですけど、変わった、変わりました。
結構私あの LINE で何かを使うってことをやったことがなかったんですけど、まず何かすればこの乳液、うん、アルビオンさんのプラルネは乳液から塗っていくんです。そうだよね、はい、導入乳液というふうに言われていて、私はまずこの先ほどサイコさんが紹介したこのインスフリーのヒアルロン酸を入れて、この乳液を顔に塗って肌の角質のキメを整えてから、こちらの化粧水と、美容液っていう風な順番でやっていってるんですけど、うん、プラルネは美容液 と、乳液2種類3種類ぐらいあって、うん、自分の肌に合ったものから選んで、あ、他にもあるんだ、はい、本当に肌を改善していくっていうあのコンセプトで作られていて、私は本当に乾燥肌が、うんうん、あのひどいかったので、乾燥肌に向きな、乳液と美容液を使ってやっていってるんですけど、もちろん肌の保湿感も感じるんですけど、日中 の、 あの化粧崩れが本当に減ってきた、うん、それ大きいね。すごく実感してます。化粧直しをする回数がほとんどもう1日に1回か2回かになって、うん、でもさ、アルビオンさん面白いのがさ、うん、やっぱ先行乳液じゃない、はい、アルビオンの製品って、うん、それって使ってみてどう？私もなんか乳液は正直あんまり使ってなかったんです今まで、今まで実際に使ってみてすごくあの本当にサラサラしたもちもちした肌にしてから化粧水美容液っていう順番で入っていくので、本当に肌の吸収力が上がった気がします。今日ちょっと持ってきてないんですけど、コットンでつけることによってよりあの肌のキメが整っているようにあの実感してますね。すごいね、やっぱ変わるもんなんだね。からの先ほどさやこさんも紹介したイニスフリーさんのこちらのグリーンティーシードヒアルロン酸セラムはもう本当に私も毎日愛用していて、今3本目に突入しているところです。そのレベルでなくなっていくよね、はい、でこれもすごいんですけど、私このパック知ってます、うん、クレーも知らない。これクレーパックなんですよ。見して。私クレーパック好きで結構そうだよ、ね、好きだよね、使ってるんですけど、使ったね、あのなんともう作ってくれてるんですよクレーパック。それさ、でも持つんだ、その状態で。すごいのは、これもう乾燥しない、あの、もうクレーパックがペースト状になってて、あのこのまま塗ってあのパックできるんですけど、本当にもう手頃に使えるのと、クレーパックってこう塗りすぎちゃうとすぐ乾燥とかしちゃうので、うん、気をつけながらやらなきゃいけないと思う。置きすぎも良くないってことか。はいはい、けどなんか意外と乾燥もあんまりしないし、すごいなんかスースーする、なぜかスースーするんですよ。なのですごく鎮静効果もあって、例えばお外でこう日差しにちょっと強く浴びすぎちゃった日だったりとか、あとは本当に乾燥気になるとか、あのお仕事ですごい疲れたなっていう風に感じるときに、あの定期的にやるようにしてます。これどんなタイミングでやってるクレーパックって。私は朝することもあるんですけど、基本的には夜が多くて、湯船に浸かりながらあのこうクレーパックして。頻度ってどれくらいやっていいの？1週間に1回やっていいと思います。ドロークレイなのでそんなにすごく強いわけではないので、ザラつきとかを感じた時に角質とか毛穴の黒ずみを除去してくれるので、汚れを落とすってことですね。で最後、ちょっとあのあれなんですけど、よく持ってるよね、ギアなんですね、これ私から言うとギアで、こちらコアフィットのフェイスポインターっていつもやってるよね。そうなんです、これはもうあのなくてはならない、うん、アイテムになってまして、私の中で、うん、あの何かというと顔の筋膜リリースをしてくれる、あの顔のマッサージ機なんですけど、本当に手軽でもこれだけなんですよ。別に電池とかもいらないし、うん、こうあのやっぱり皆さんそう日常生活人間として生きているとやっぱり顔の筋肉は、うん、あの張ってくる、こわばってくるんですよ、うん、でマッサージをちゃんとしてあげないとあのたるみの原因になったりだとか、あとほうれい線、うん、それで糸リフトだったりとか、まあ、ハイフとか最近やられる方も多いんですけど、そういう施術をせずにあのマッサージで、元の顔の形、若々しいお顔をキープするっていうコンセプトで作られたフェイスポインターで、これも全部メイドインジャパンで作られていて、これなんかまあペンとかでこう押せばなんか同じなんじゃないのかって思われる、そう思われるんですけど、ちゃんと計算されてあの筋膜の深層部に届く圧力がになっていて、これでしか押せないあの深層部にアプローチできてるんですよ。で、筋膜がこう動くことによって固まっていたコリだったり、うん、リンパの詰まりっていうのを流してくれます。首にも使えますし、結構しっかり圧あるんだね、鎖骨にも。柔らかそうに見えて、ちょっと痛いかも。そうですね、凝ってるところだったりは結構痛みを感じて、
気持ちいい。リンパのやっぱりここの詰まりがこう解消されないと全部流れていかないので、あとは頭にも使えて、頭皮 の、 あの気持ちいいケアにも。でもさ、すごいこれいいね。なんか OL さんとかもさ、うん、なんだったら学生さんもさ、うんうん、筆箱に入るサイズじゃん。そうですね。ねえ、全然バレない。持ち運び簡単だし、充電もいらないわけですよ。そうなんですよ、頭とかこう、ね、大事だよね、やっぱ、ね、元に戻すっていう作業も本当に大事だもんね、うん、じゃあね、私のちょっと残り、ごめんなさい、これ物が多くなったけど、私としては1,2,3,4,5みたいなことでやらせていただきたいと思うんですが、4つ目ご紹介するのはこちらの2つ。タラン、ミムラのスムーススキンカバーとメディキューブのプログルタチオンベルベットクッション、この2つなんだけど、私結構メイク得意そうに見えて、ファンデーション塗るのがすっごい下手くそなのよ。すごい塗った感が出ちゃうとか、うん、真っ白になっちゃうとか、なんか立体感が出せなかったんだけど、すごく簡単にできるようになったのは、この2つの組み合わせを見つけてからで、なんか下地とかさ、あとその前のスキンケアによって結構分離しちゃって、ポロポロ出てきちゃったりとか、ファンデーションがしちゃうことあると思うんだけど、そのミックスをどう上手に見つけていくかが今年の私の結構課題で、1個見つけた答えがこの2つで、この三村さんっていうのは日本のブランドなんだけど、いつからかあったこの三村スムーススキンカバー化粧下地、これ SPF20 で PA2 プラスとかなんだけど、テクスチャーがね、これなんかホワホワしてるの、なんかマシュマロのようなテクスチャーでさ、本当だ、結構何これ、サラサラするの。このサラサラするこのテクスチャーによって、うん、毛穴の凹凸のムラがなくなって、すごい、これ塗るだけですごいスムース。いや本当にびっくり、びっくりしない？なんかあの加工したみたいな、そうなの、シルキーな肌になるの。えで、あのファンデーション塗りたくないなっていう時とか、前だったらすっぴんで現場行ってたんだけど、やっぱ言うても日焼け止め塗らないとって気になる時とかは、最近これ塗って出かけてる。これだけの時とか。すごい。そう。え？そう。で、これに、たらん、メディキューブ。多分これ新商品なのか、韓国でしかまだ売ってない。Q10 とかで売ってるみたいなんだけど、このプログルタチオンベルベットクッション。これ私23番のベージュ使ってるんだけどさ、これもね、これマットの方なんだけど、マットすぎず、あ、本当だ、なんか塗った直後からさっきのフィルターがかかっているあの下地とすごい馴染んでる気がする。そうなの、馴染みがよくって、どこまでがファンデかもあんまりわからないぐらい。そうですね。そうなの。でこういうクッションついてるんだけど、クッションファンデーション、これがまたすごくよくって、そう、素人の私でも上手にファンデーションが塗れるようになったから、うん、ファンデーション塗るの苦手だよって方はぜひこの2つ試してみてほしい。多分そのうち日本にも入るんじゃないかなっていう、このクッションファンデ、この組み合わせを見つけた私天才って一人で唸ってたこのセット、これはちょっとおすすめのお肌作りのセットです。そして私さっきもお話しさせていただきましたけど、唇ヒアルロン事件というのがありまして唇にサエコさんヒアルロン酸入れましたかという嬉しいコメントが入ってたわけよ。わかる？と思って、うん、でさっきのケンちゃんのプランパンはもちろん効果があるんだけど、うんうん、私はもうこの2つ今年一番お世話になったリップの、私の立体感リップ作りのマストアイテムなんだけど、こっちメイクアップフォーエバーのアーティストカラーペンシル808のバウンドレスベリーっていうカラーなんだけど、これで縁取りを描くわけ、ちょっとオーバーリップ で、うん、でこれを描いてちょっと内側もこのクレヨンになってるんだけど、これで埋めていくっていうところでまず形を作ります。そしてこちら無地毛マンションのオブジェリキッド001番、これも私が好きな大好きなマットのピンクベージュ、うん、で
マット系のリップ塗ると結構唇が割れてきたりとか乾燥するのが気になったりするんだけど、うん、これ全くなくって、それがで色も可愛いのよ。でこの2つの組み合わせで私は立体的なリップ作りをこの1年やってまいりました。もう一番登場回数が高かったリップ、わおっていうおすすめのこの2本を紹介させていただきました。ちょっと決めたもんじゃん。そうですね。ではまず一番早かったケンジ部門から。じゃあ2023年のベストコスメ発表させていただきます。はい、ミルクタッチマスカラベースマスカラとピンセット。もうあの3点セットで今年つまみまくりましたね。上まつげはもちろんなんですけど、下まつげもつまんで、まつげ作りは本当にやらせていただきまして、それにベストのロングラッシュのマスカラが相性が本当に良かったです。ナチュラルに盛るっていうのがすごいキーワードになってた1年だったと思うので、それを叶えるあのミルクタッチのアイテムにベストコスメを選ばせていただきます。ありがとうございます。続いてマンタロ部門行きましょうか。どうしよう、ちょっと待って、決められない。嘘でしょ、結構時間全然決められない、だって全部好きなの。それでは私の発表したいと思います。はい、ティルティルのマスクフィットトーンアップクリームです。あれ、わかるわ。ちょっとすごく迷ったんですけど、やっぱり一番なくなってほしくないっていうのはティルティルのトーンアップクリームかなっていうのは今年思います。今年多分一番使った下地になっていて、手放せない存在になってます。わかるわ、あのツヤ感とか素晴らしいもんね、うん、どのことも相性がいい。そうなんですよ、その後のファンデーション、うん、最後、はい、私めいきたいと思います。2023年サエコが選ぶベストコスメ大賞はこちら。おお、サインバブルピュア、これです。いやー、なんかね、衝撃だったのよ、とにかく。これ変えればこんなに変わるよね、そりゃそうだ、だって全身に浴びるんだもんっていう。もうこれ変えた瞬間からマジで全てが変わったから、本当に素晴らしいアイテムを作ってくださってありがとうございますって思ってるんだけども、なかなかここまでの私衝撃出会えないから。いや本当にすごいですね、さやかさん。まさかコスメじゃなくてここに来てシャワーヘッドが1位になるという。そうなんだよ。もうだってその他の愛すべきコスメたちが、うん、これによって底上げされるから、うんうん、何よりも手っ取り早いっていう。2023年のベストコスメ大賞を選ばせていただきましたけれども、この企画も人気だからね、うん、2024年もこの、ね、動画撮れるように私たちはリサーチと実践を、ね、うん、やっていかないと、引き続きやっていきたいと思います。さえチャンネル視聴者の皆さんはやっぱりこういう美容関係もすごい気になってると思いますので、うんうん、気になったアイテムをぜひ試していただいて、またコメント欄で教えていただけたらと思います。はい、いいねボタンと登録もよろしくお願いします。ありがとう。私たちが運営するナスファームビレッジでは12月から2月までこちらのファームで採れたお野菜や地産の食材を堪能いただけるランチコースをご用意しております。詳しくは概要欄から。待ってるよー。